皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。エクアドルのセンターフォワードスピードとフットワークが優れていると。ジャンプ力は75ですね。はい、ウェイン・ルーニー懐かしいですね。今は、プレミアリーグの、どっかのチームにいますね。昔はマンチェスター・ユナイテッドと。はい、全盛期のステータスね、シュート、キック、スタミナ、ボールタッチ、キープと。あ、ボディコンタクトは意外とないですね。ウェイン・ルーニーね、非常にがっちりしてて、腕相撲非常に強くて、ボクシングの経験者っていうね、そういう印象がありますけど、コンタクトはそんな強くないと。はい、で、センターフォワードですね、非常に特徴的なセンターフォワードだと思います。あまりね、ルーニーみたいなタイプいないですね、と思いますね。はい。まあ、キープ力が非常にあると。で、イタリアの、オフェンシブミッドフィルダー、イングランドのセンターミッドフィルダー、コスタリカの、ディフェンシブミッドフィルダー、デリチェス、アルゼンチンの、はいですね、オーストラリアのセンターバック、ガリー・メデルがいますね。はい、もうこの人がいればね、真ん中バンカー設定、安定すると思います。で、コロンビアの、スニーガみたいな人ですか、スピードフットワーク、サイドミッドフィルダーですね。はい。で、クロアチアのサイドバック、ウィングバックですね。で、コートジボワールのキーパーが入ってます。で、控えが、はい、オランダのスナイデル、アルジェリアの選手、井出口、原口元気と。なるほど。はい、井出口、原口元気と。はい、センターフォワードね、ちょっとあれですね。まあ、これはルーニーをやれっていうことですかね、きっと。どうしようかな。はい、スナイデル。これでいきますか。あまりね、変哲がないフォーメーションですけど。スナイデル、この辺ですね。だから、スナイデル、ルーニーですか。この二人ね、うまく使うと、非常にね、フォーメーションもハマるという感じの、そういう感じなんでですね。まあ、これでいきますか。ちょっと、どうなるか。大丈夫かな。はい。スナイデルトップ下ですね。相手イングランド引いちゃいましたね。はい。スナイデルここにいます。はい、ロングフィード当てて落として、はい、スナイデルのね、ロングフィードから、早い攻撃が始まる可能性ありますね。はい、ルーニー落としの原口ですね。いや、はい、ちょっと今のミスです。はい、クロスはカットされると。そうですね。はい、スナイデルからね、決定的なパス出して、決め切る形にしたいですね。はい、ルーニーのミドルシュートですね。強烈なキックですが、キーパーに阻まれると。はい、ちょっとね、ショートコーナーの組み立てが難しいですね。何を狙いにしていいのかいまいちわかんないですね。原口のシュート。わー、ダメだ。全然取ってないですね。はい。原口のシュート。阻まれると。はい、これはいったでしょ。えい、ダメだ。はい、これ、やばい。ハリケイン。あー、行かれてしまった。はい、ガリー・メデルとハリケーンのマッチアップですね。これは、なんとか対応してほしい。はい、対応できましたね。はい。もうね、ガリー・メデルいれば、ハリケーン来ても大丈夫と。はい、ルーニーボールキープから。はい、ちょっとね、苦しいですけどね。はい、ループシュートはキャッチされると。ちょっと今、普通にシュート打てば入ってましたね。あ、そこは1点取んないといけないんだ。はい、サイド使って、もう一回奪い直して。はい、当てて当てて。はい、当てて落として、スナイデルどこかな。ちょっとスナ、あ、そうか。はい、強烈なシュートですけど、キーパーと。はい、スナイデルから、はい、うわー、ちょっとね、決め損なってる感じの内容になっちゃってますね。頼む。やばい、これは危ない。ガリーメダルが飛び出してる形は一番危ないですね。さあ、デリチス。はい、これはね、大丈夫ですね。頼む。はい。0-0 と。なんか手を加えたいですね。スナイデルを、ずらすか。ダメかな。これは逆に効率が悪くなっちゃうかもしれないですね。難しいですね、これ。誰かサイドできないのかな。できないですね。ガリー・メデルやらせるしかないぐらいですか。
ちょっとね、微妙に変えますけど、意味があるのかないのかわかんないですけど、はい。これで見たいと。スナイデル相変わらずトップ下ですね。でも完全にね、ウェイン・ルーニーに点を取らせるつもりで攻めれば、効率のいい感じになるんじゃないかな。いや、はい。スターリン。これ1点ですね。はい。ガリーメデルね、飛び出す形、常に脅威になりますね。こっちとしてはね、もうなんとか、ディフェンスのね、対応を間に合わせて、ガリー・メデルが、真ん中に残る形で、ね、最後残しとかないと。はい、ルーニーの強烈なミドルシュート、今ね、原口の折り返しですけど、一瞬コースね、空いてましたね。キーパーピンクフォートなんでね、なかなか決まらないと思うんですけど、コース制でブラインドになってましたね、多分。はい。ルーニーのシュート、無理ですね、今の。はい、奪って、サイドですね。スニーが頼む。クロス、ルーニーヘディング。ニアに抜こうとしましたが失敗と。はい、ルーニーのシュートは、阻まれると。ちょっとね、はい、無理かな。はい、ファークロスね。あ、でも真ん中ですね。はい。綺麗に斜めに決まって1点ですね。はい、原口奪って。はい、ルーニーに、渡して1点ですね。はい、ウェン・ルーニーが当たりに行きます。はい、奪って、入り口と。はい。はい、ニア、あ、ファーですね。うまく抜こうとしましたけど、得点には至らずと。はい、アシュリー・ヤング。やばい。危ないか。大丈夫ですね。はい、これね、ガリー・メデルが対応してる形は常に安心感がありますね。これ空いてんな。えい。うん。はい、ちょっとね、ピンクフォードが、ミドルシュートね、弱いんじゃないかと思って打ってますけど、なかなかね、決まんないですね、やっぱり。うん、ハリー・ケインに対してデリチェスが行くと。で、スナイデルがプレス。もう一回、デリチェスと。はい、これは、カウンターの形、はい、落として、いやー、惜しい、今ね。はい、最後ブロックされちゃいましたね。いや、はい、というわけで、3-1 ですね。やっぱりね、ちょっとセンターフォワードのウェン・ルーニーの、使い切る形ね、難しいですね。今回も、完全にね、ルーニーを消化できたとは言い難い内容ですか。でもね、いいシーンありました。でも、やっぱりね、昨日としてみると、センターフォワードというよりは中盤から下の選手っていうね、そういう印象になっちゃいますね、どうしても。このね、決めたミドルシュートも、マイナス折り返しで、バイタル構えてるシーンだったんでね。はい、最前線に入るとなると、やっぱり裏抜けの力もうちょっと欲しいかなって、あとヘディングか何かですね、はい。ルーニーほどの選手をね、最前線で使うなら、何か世界に、突き抜けられるようなね、センターフォワード的な能力が欲しいですね。キック力非常にあるんですけどね、それならやっぱり中盤で使った方が、もっとね、うまくいかせるんじゃないかと。はい。まあ、イングランドの英雄的な選手でね、デビュー16歳、17歳ぐらいだと思うんですけど、そこからね、プレミアリーグを象徴するような選手として、常に育ってきたんで、まあね、その実力もあり、っていう感じですかね。はい。で、フォーメーション的にね、スナイデルトップした、ここね、大きなポイントでしたね。はい、まあ、割と機能はしたかなと思いますが、やっぱりトップ下に配置すると意外とね、消えちゃったりとか、することがあるんでね、本当にこの辺はね、難しいですね。スナイデルとかね、ラキティッチみたいな選手を、引いた時の、うまいね、ポジショニング配置ですね。はい。ちょっと一向の余地ありかなと思いますね。まあ、ただやっぱりスナイデルね、最後うまく絡むと、決定機にね、すぐにつながるっていうね。まあ、今回はルーニーとのコンビネーションだったんで、裏抜けないですけどね、スナイデル本来得意な、スルーパスですね。まあ、決定機を作るようなパスを活かせるね、ミュラーみたいな裏抜けの選手がいれば、よりね、驚異的な、フォーメーションになったと思いますね。はい。まあ、今回はね、まあ、でもルーニーとのコンビネーションも悪くなかったと。いう感じですかね。あと左の原口元気ですね。原口元気は、まあ、特にボールのね、やっぱり足のうまさ、足元のうまさね、目立っていたと思いますね。ただ、やっぱりウィングで使うには、もっとね、縦に行けるスピードが欲しいところっていうね、そういう感じの印象ですね。ドリブル非常にうまいですけどね。あと、ディフェンスの貢献度ですね。やっぱり原口使うなら、真ん中に寄せて、
攻守の、場面ですね。特に攻守の切り替えを担うような、役割をね、中盤で、背負った時が一番ね、原口が輝くような感じがしますね。はい。というわけで今回は、サッカーイングランド代表相手に3対1でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。